ニコライ・ヨシフォビチ・コンラドは、ソビエト連邦の東洋学者。ソ連における、日本、中国研究に指導的役割を果たした。モスクワとキエフとを結ぶ街道沿いの町をリオールに生まれ、間もなく一家で、リガに引っ越した。1908年、ペテルブルク大学東洋学部日本、語、中国語科に入学。そこで、黒野義文に日本語会話を習うが、黒野の能力に不満があり、 実用東洋語学院にダブルスクールで通い、デーム・ポズネー F 教授やエスイノの上講師から日本語を学んだ。1912年、ロシア、日本協会の派遣により、日本を短期間旅行した。帰国後1913年から1年半、キエフ専門学校で日本語と中国語を教えた。九百十四年、東京帝国大学国文化に派遣され、輝市、 上田和都氏の日本文学の講義を受けた。当初1年余りは、本郷の菊富士ホテルに滞在し、後、ペテルブルク大学から完備で留学していた、ニコライネフスキーと共に駒込林町の一軒家に、住み、3年間にわたり、観学者、高橋天民に指示したとされる。当時日本には、ペテルブルク大学を卒業して、日本研究に従事した者が3名いて、 コンラードは日本における中国文化を、ネフスキーは神道を、ローゼンベルクは仏教哲学を分担して研究に当たった。1917年ロシア革命が起こり、帰国。記事をリョールに新設された大学に学長として務め、1922年に母校に呼び戻されて日本語、日本文学講座を開設して1938年まで務めた。 1923年生教授、1934年ソ連発の日本文学博士、1934年ロシア科学アカデミー巡回員、1958年生会員、1934年以降、粛清されたネフスキーの維持を引き取り、養育した、イオシフォビチという不詳から見ると、ユダヤ系と見られる。 日本から帰国した直後1920年代から1930年代半ばにかけて日本の文芸作品を旺盛に翻訳した。例えば、北条記、伊勢物語、源氏物語、うつせみ、銅、夕顔、銅、天よの品定め、平家物語といった古典や、岡北郎の儀曲、谷崎純一郎、知人の愛、夏目漱石、心といった近代文学である。 源氏物語の外国人による翻訳に関して、コンラドの路訳は1925年の英訳に先行している。1928年にソ連で初めて歌舞伎公演が行われた際、その解説を多く発表した。1940年代は日本語教科書や日本文学専修を編纂し、1950年代は主に中国文学を研究、翻訳した。 主張、東洋と西洋では、東洋文学を足場に、世界文学論を展開したり、ロシア文学者、ノボリ・りョ務の功績を語る形で、日露文学交流史を論じたりした。日本語訳のあるもののみ示す日本語で、ニコライ・ヨシホビチ・コンラッドと表記される。ネフスキー著、ガツト、フシ ISBN978 から45億8280万1859。 の口へ写真に、こんなド、ネフスキー、高橋が3人揃って写っている。ありがとうございます。